いや、大北先生全然苦しまなかったじゃないですか。あれダメですよ。波紋ですよ、あれ。あれ、あちみ教だったら波紋ですよ。そうなんです。苦しまないといけないですね。ブラックリスト入りですよ。まあ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 、普通ですよ。ああ、なるほど。なんか、牛角の話とかしないで大丈夫ですか？牛角ですか？はい。いや、まあ、牛角はまあ、あれですね。まあ、苦しむ場とだけ。うん、そうなんですよ。ポジさんと牛角行ったんですよね、一緒に。いや、大北先生全然苦しまなかったじゃないですか。あれダメですよ。波紋ですよ、あれ。あれ、あちみ教だったら波紋ですよ。そうなんです。苦しまないといけないですね。ブラックリスト入りですよ。うん、牛角の食べ放題にして、まあなんか、ポジさんがひたすら言って、ポジさんがひたすら食べて、みたいな、なんか圧倒されちゃって、結構。で、まあもう一人いたじゃないですか。三人で行ったんですけど。で、なんかもう一人の子も別にあんま食べなかったですよね。いや、でも大北先生よりは食べてました。あ、本当ですか？いや、大北先生だってなんか、二三切りちょくちょくなんか食べてただけでなんか全然食べてなかった記憶ありますけど。いや、まあまあ、そう。まあなんか、ポジさんに割と圧倒されてしまって、ポジさんあれですよね。はい、それこそ、200切ぐらい、切れぐらい食べてましたよね。それは言い過ぎですよ。言い過ぎですか。でもまあ、10皿ぐらい食べてましたね、一人で。そこまではいかないと思いますよ、一人だけだったらさすがに。本当ですか？でも途中でなんか、ドリンクの、ドリンクの注文とかも途中からなんか、水と、エナジードリンクみたいな感じかもしれないです。リアルゴールドです、ね。リアルゴールド。なんか2杯頼みしてすごいなと思って。もう常にボタン押してましたよね。まあ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 、普通ですよ。ああ、なるほど、なるほど。ああ、まあ、あれはだからもうポジさんの大食いを鑑賞する会みたいな感じで。まあ、もし参加したい方いれば。あれはカメラ回すとまずいんですかね、あれは。どうなんですかね。撮影許可ないと。いや、別にいいですよ。うん。今度もし需要があれば、ポジさんの牛角の修行を。いや、自分ないですよ。ないですかね。いや、別にいいですけど。あ、ポチさん、じゃあ自撮りします今度。いや、それはなしで。それはなしですか。はい。なるほど。あくまで主役は肉なんで。なるほど。自撮りをする場ではないので、牛角は。なるほど。沖田先生、焼肉食べて吐いたのでは、そう、これなんかあれなんですよ。別の焼肉屋さんで、めっちゃ胃もたれして吐いてしまったことがあります。はい、つい最近。割といい焼肉屋さんなんですけど、ちょっと脂っぽくて、きつかったですね。やっぱ年取ると油もん食べらんないですね。